瀬戸さん村人に VT をしたら村人手に持てたんですけど。村人手に持てた？そんな村人ものみたいに、ほんとだ手に持てたんだけど。村人さん手に持つと小さくなったんですけど。まあ今の村人って持ち運び便利なポータブル村人とかいるらしいし。俺たち未来へタイムワークしました。実は今回イージービレジャーズというモッドを入れていて、このように村人を手に持って運ぶことができます。これで村人輸送楽ちんですね。ゆるさん何してるのかな？この白い建材可愛いから回収回収っと。ゆるさん村人水に解体始めないでもらっていい？テトさん聞いてくださいよ、この村人で石掘れるんですよ。どんだけ頑丈なんだよこの村人。今の村人って道具や武器にもなるんですね。少しでも気になった方は今すぐお電話を。ねえ聞いてよみんな。どうしたんですかテトさん。村人手に持つことができるじゃん。それがどうしたんですか。左手にも村人を持ったら両手に村人できるよなんつって。っていうかこの村に羊いますよ。ほんとじゃん。じゃあ拠点帰るついでに羊も連れて帰ろうか。小麦も村にある俵から回収できましたしね。ということで拠点帰ってきました。羊も輸送しておきましたよ。関係ないですけど牛の数多すぎません。いやいや肉は多ければ多いほどいいじゃないですか。よく見えてるよゆるさん。実はですね、私裏でこのサバ入ったんですけど、なぜかダイヤが1スタック半もあるらしいんですよ。ガチで集めすぎだろ。ってことでね、撮影が始まったらダイヤ1スタックロストしてみたドッキリをしようと思うよ。ダイヤ本当にマグマに投げ捨てるのと思った。そこの君たち、ここに落ちて溶岩ダイブしても下にホッパーが敷いてあるのでアイテムは回収してくれるから安心してね。うん、ちゃんとアイテム回収されてるね。じゃあ撮影始めようか。っていうか今ってこんなにもダイヤあるんだね。そうなんですよ、撮影外でブラマイしてたらダイヤたくさん見つけちゃって。どんだけ運いいんですかポトロモさん。いやーサバイバルでこんなにダイヤ持つことないから、持ってると気分上がってスキップしちゃうね。うっわ、なぜかこんなとこに穴が開いてて溶岩に落ちちゃったー。どうしよう、みんなダイヤ1スタックロストしたかも。テトさん大丈夫ですよ、前回の撮影から結構発展したので。発展しすぎじゃない？思った反応と全然違うんだけど。いやでも大丈夫、これはドッキリだから。ダイヤはマグマ下のチェストに入ってるよ。ダイヤ寒そうにしてたからマグマで温めてあげた。ということで発展しまくった拠点を紹介していこうか。行商人が湧いて桜が交易できたので植えておきました。なんか一気にマグマの上感なくなりましたね。ちょっと待って、どうしたんですか。トイレ置いたらお花見できるよ。まあ花よりトイレって言いますからね。トイレなくてもお花見できますよね。夏さんトイレに座らせたらまた撮影中に寝ちゃいますよ。そんなことないですよ。寝ました。寝るスピード早すぎだろ、ギネス狙えるよ。こっちに精錬室作っておきましたよ。精錬室なんてものも作ってくれたんだ。今作はポトロモさんがたくさん建築してくれるので、ガチで真っ平らにならない可能性が出てきましたね。中には区民さんに自動かまど精錬機を作ってもらいました。上に燃料と焼くものぶち込むだけで焼けますよ。横には休憩所も作っておいたので、ゆったり精錬を待つことができます。あのポトロモさん休憩用の椅子トイレなんですけど。トイレ評論家としては待ちながらトイレに座れるのはポイント高いですね。トイレ評論家ってなんだよ。ここが私の作った家ですね。待って、これ本当にゆるさんが作ったの？そうですよ。あの前回作ってくれた私の家とクオリティが違うんですけど。いや私も成長しましたね。成長しすぎじゃないです。中は前回言ったネザー要塞で集めた建材を使ってみました。あった高い楽で要塞解体してたわけじゃないんだ。そんな私変に見えますか。テトさんこっちのチェスト見てくださいよ。チェスト？あっこのチェストね。はちょっと待って、鉄ブロック大量に入ってんだけど。パート3で集めていい鉄ブロックの量じゃないですよ。隣のチェストには赤い花が大量に入ってます。大量のアイアンゴーレムさんご愁傷様です。エメラルドブロックも大量にありますよ。なんでこんなことになったんですか。こんなことになった現況は2つあってですね。第3回でも同じに超効率アイアンゴーレムトラップ作りました。だからか。このアイアンゴーレムトラップは花が1時間で500個も手に入りますよ。ちょっとあんまり魅力感じないかも。ついでに鉄も1時間で2000個手に入ります。うん、そっちが本命だね。アイアンゴーレムの処理場はネザーの方に作りました。あったかそうですねアイアンゴーレム。あったかい通り越して拷問だけど。次にエメラルドたくさんあったじゃないですか。うん、腐るほどあったね。ちょっとこの建物の中に来てください。何この展示室みたいなの。実は村人手に持てるようになるモッドあったじゃないですか。うんうん、そのモッドどうやら村人ショーケースの中に入れれるっぽいです。一応言っておくと監禁じゃなくて保護だからね。まあゾンビに襲われる心配ないですし。へえ、これで村人さんが歩き回らずに取引できるんですね。ゆるさんガラス割れたら危ないから一旦降りよっか。村人習慣して取引しやすくなったじゃないですか。なので幸運さんシルクタッチ耐久さん効率強化5修繕無限アイテムボーナス3ダイヤツール取引できるよう厳選しておきました。いやー村人さんたち可愛いねー。テトさんは考えることを放棄したんですね。隣にある機械みたいなのは何ですか。右の機械は村人増殖器です。もっと要素を含んでて分かりにくいところもあるのでこちらをご覧ください。実は村人を習慣できるショーケースにもいろいろ種類があってですね、このベッドが入ってるブロックは繁殖ブロックといって、ここに村人を2人入れたら子村人が増えていきます。食料アイテムのところにパンとかジャガイモ入れなきゃいけないですけどね。横にあるこのショーケースは成長促進ブロックといって、子村人を入れると普通より早く成長してくれるよってブロックです。ちょっと私が今からここに入ろうかな。テトさんが入ったらおじいちゃんになりますよ。視聴者の中でハンカチ持ってる方はいませんか。村人増殖器は上に繁殖ブロックがあって、ホッパーを通して子村人が成長促進ブロックに入っていくって仕組みですね。
そして左の機械は無限エメラルド製造機です。こちらもわかりにくいところがあるので説明をご覧ください。材料にネザライトブロックを使っちゃうけど、とても便利な自動取引ブロック。このブロックはショーケースに村人を収容するところまでは一緒だけど、このショーケースにアイテムを入れとくことで自動で取引してくれちゃうんだよ。あら便利。入力アイテムのところに鉄を入れておくと勝手にエメラルドと取引してくれるよ。続いては製鉄所ブロック。このブロックはすごくてですね。もしかしてトイレが無限化できるとかですか？トイレ無限にしてどうすんだよ。4分に1回1体分のアイアンゴーレムのドロップ品が手に入ります。うん、やっちゃってるわこれ。でも4分に1体が救いですね。それで製鉄所ブロックで鉄を作って、その鉄を自動取引ブロックでエメラルドと交易してくれることで、下のチェストにエメラルドが溜まっていきます。うん、やっちゃってるねこれ。実は畑横にも全自動カボチャ製造機と自動取引ブロックをつなげてエメラルドが勝手に溜まってく装置がありますよ。もう何でもあるじゃん。テトさん、僕も家を作りましたよ。おっくみんさんも家作ったんだ。どんな家？猫の家です。そういえばくみんさん猫だったね。中には最低限生活できるようにしておきました。もうこれ家ってより浴室って言った方が正しいかも。待って、お風呂入ったら出れなくなったんだけど。これで無限にお風呂入れますね。なんかここに穴が開いてるんですけど。どうしたんですかテトさん。夏さん、そんなところで何してるの？村の下柱になってて岩盤まで掘れるようになってるって言ってたじゃないですか。うんうん。それで土まで掘ってたら岩盤まで掘り抜きたくなっちゃって。そんなちょっとコンビニ行く感覚で露天掘りしないでもらっていい？今日はやりたいことがあってですね。やりたいことって何です？ウィザーを倒そうと思います。テトさん、まだパートさんですよ。でも仕方ないじゃん、3つ揃っちゃったんだよ。裏でウィザスケ買ってたら3つ揃っちゃいました。ちょっとポトロモさんが運営の役に運が悪いような気がしてきた。テトさん、ウィザーと戦うんでアンデッド特攻の剣作っておきましたよ。毎回クミンさんがウィザー用の剣作ってるんだよね。やっぱりクミンさん、ウィザーに恨み持ってますよね。ウィザーとは地下で戦おうと思ったんだけど、せっかくこの世界なのでマグマの上で戦おうと思います。嫌な予感しかしないんですけど。あとテトさん、この戦場おかしいんですけど。どうしたの？特におかしくなくない？金銭感覚おかしくなってないです。じゃあウィザー召喚しますね。やっちゃえゆるさん。ほい。やばいやばい、最初爆破するから隠れよう。鉄ブロックの後ろに。こんな鉄ブロック壁にする人なんていましたっけ。よし、最初は弓でウィザーの体力削ろう。テトさん、まずいです。足場がどんどん壊されていってます。それはまずいな。ポトロモさん、私の鉄ブロック足場に使ってくれ。まずいのはテトさんの金銭感覚でした。よし、半分までウィザーの体力切った。あとはクミンさんの作ってくれたアンデッド用の剣で殴るだけですね。ちょっと剣が強すぎたかも。よし、じゃあウィザー倒したし拠点帰ろうか。そうですね。普通に鉄ブロック足場に使わないでもらっていいです？ってことでビーコン作ったから起動させようか。今回はすでに鉄が大量にあるので最大レベルのビーコン作れますね。よし、ビーコン起動完了っと。つける効果どうします？やっぱり採掘速度上昇ですよ。いや、あのテトさん待ってください。どうしたの東波さん、ビーコンの効果金運上昇の方が良かった？そんなんあったらすぐつけてますよ。このビーコンおかしいですよ。おかしい？いや別に普通のビーコンだと思うけど。ビーコンでかすぎんだろ。